古城散歩岡城不落の工場。幕末まで藩庁として機能した城西。バクとした空間はまた哀愁が漂います。大友家改撃後、中川家277年の居城ですが、天正14年島津軍と対峙した志賀親次、近世城郭に残る中世の匂いを探しましょう。はい、岡城です。現在地ということなんでね、ではね、地下道も後から行こうかなと思ってます。ただいまね、七曲り口は落石で通行止め、入り口はもう大手門だけです。ちょっと残念。あのね、下から見たかったんだかな。ちょっと見とこうか。いずれね、通れるようになると思いますが、こちらのね、やはりね、城はね、下から見んのよ。っていう、七曲り口、こちらです。では、真面目に行きます。お手本、あと。もうごく普通のアスファルト道ですがな。やはりさすが山城、天然の溶岩感からね、なんかね、なんか補修感のある石垣ではありますが、おお、櫓台高いですよ。個人的には整備が行き届きすぎな感が。江戸時代、補修を重ねたかと思いますが、近代的な切り込み剥ぎは情緒に乏しく。こちらがお手門跡です。はい、お手門ということで、ね、本丸向こうですな。こっちですな。うん、そこの、こう大手門を通って、なんか落とし橋があった感じ、そうな振り切りがあって、黒振りと振り切りとね、始まって行ってきますか。今日なんか歩けるとこ少なそうなんでね、足元がふかふかです。そしてあれは大野川なんですかね。おお、向こうのあれがいいですね。こちらという、これが旧大手門。お手も入り直しましょう。まず九州手始めに、こちらの、お、あ、そうですか。ではね、順序よく生まれ行きましょうかと言いつつ、あれだろう、文禄3年に入府した中川秀重により近世城郭へと整備された岡城ですが、天正14年考察合戦、時の城主は志賀親次、押し寄せる島津軍に次々と国衆が下る中、
ゲリラ戦を駆使して島津軍を食い止めました。大友宗麟の外孫でありキリシタンであった近次、キリシタンの聖地を守った近次ですが、大友家改易とともにこの地を失いました。おお、これは高さがあります。ということで、ここはあれですな、矢倉門ですね。ということになっております。まあ例によっていろいろ火はありますが、じゃあ止めようか。どっちが何山か分かりますね、私は。さすが九州は、ね、あそこにありますな。おあ、九十三ですね。左側の印象的なゴツゴツが九十三。ど真ん中の大船山、大仙山で、右側の台形がてか総地方が黒岳1357メートル。こちら今三の丸です。はい、本丸です。例のごとく神社が五条天門。失礼します。と言いながら抜けちゃう。一番端に天守台。こちらはね、金蔵跡って書いてあります。まだ続きますな。向こう三の丸か、三の丸か。おお、高いんすよ。お三階やぐらと、割と小さめな敷地ですが、三階やぐらがあったんですかな、そしてこちらはやはり名前、山の名前はわからない、ね、こちら月見櫓跡です。こちらもざっくりだもんね。うわぁ、すごい。ちょっとそちら降りてみましょう。もう気がくまなくいっちゃいますよ。小僧ですが、下原門病床跡、そちらの方まで。まあ江戸時代かな。だいぶ綺麗に補修されているようで。どこまで来たの俺。中仕切り門ですから、ここまでバス来ますよ。はい、バス時刻表ありますよ。こっちがね、なんかまた小口になってますし、じゃあ清水門ですもん。ちょっとそこまで行きましょうか。こうなるわ。清水門あと矢倉門ですよ。ちょっとね、やる気になればって感じじゃないですね。
歩きになっても無理っすねこれ。十分ぐらい。ほらほらほら。道があったのよ。まあまあ。会場の端っこと言ってもいいでしょう。こんな感じです。非常に古めかしい沈みがございます。そしてね、まだまだ続きます。こちらも。ね、あらら、あんなところに門ありますがな。こっちまで行っちゃいましょうかな。この際ね。から降りれないか、降りれない感じしますわ。はい、あちらがね端っこです、小口ありましたな、お車来ましたな、乗りましょう、先ほどのねそのまま進んできても大丈夫、小口あります。そして一応下原門の矢倉台まで行きましょう。これ何も書いてないんだもんな。看板じゃねえんだもんな。あ、そこに看板あるんでね、どんどん降りてますからね、僕。下原御門のあったところです。中川氏が入場した文禄3年まで。なんだろう。十銭か、戸川か。ということでね、こちら。まあ、眩しいが、こちらが、わらぐもんがとっておきましょう。ここ苔がいいのよ、素晴らしい。苔のこと詳しくないですが、こんな感じですよね。本丸エリアから戻ってまいりましたがな、ここに何か書いてあるね。西の丸で、では西の丸へ。これはもう降りたら大変ってですね。大変でもなかったよな、降りればよかった。来てます。トイレ、トイレかな。なんだブブ。またあと。まあ、これ大体江戸時代の上がりだと思いますよね。こちらね、地下と門跡がこっちになってますので、ちょっと行きましょう。地下と門からは降りられません。ということですね。まあ、一応地下と門へ行きましょう。崩落だか倒木だか分かりませんが、なんかさっき言ったんだけど、こちらが七曲り途上道。なってくると春の地で地下と門です。いや、しかし天気いいですわ。うん、今で来ると、ここは小口ではないが、復元したんだろうね。表書院。汗かいてます。おぉ。江戸時代の造作でしょうな。石垣の杉田市が、杉田市跡が、拡張工事跡があります。しかしもう江戸時代もこんな山の上で大変ですよかな、ね、悪くなってます。罪がありません。角がありませんが、井戸があります。
井戸かな、本当かな、井戸だな、うん、こっちも井戸だな。結構水出るんだね。これはね、ちょっと省きましょう。省いちゃいました。あちらの丸、長谷川だって、西の丸です。こちら西の丸御殿跡でした。じっくり歩けば1時間半。戦国の面影は物足りませんが、物悲しさ漂う紛れもない百名城でした。